アメリカ同時多発テロ事件は2001年9月11日の朝イスラーム過激派テロリスト集団アルカイダによって行われたアメリカ合衆国に対する4回の強調テロ攻撃である911テロ事件とも呼ばれるこの攻撃によって2977人が死亡2万5000人以上が負傷し長期にわたる健康被害に加えて 少なくとも100億ドルのインフラ、財産の損害が発生した。消防士と法執行官の犠牲者は、それぞれ343人と72人で、アメリカ史上最悪のテロ事件となった。またこの事件を契機として、アフガニスタン紛争が発生した。アメリカ合衆国北東部の空港からカリフォルニアに向けて出発した旅客機4機が、アルカイダのテロリスト19人に、 ハイジャックされた。アメリカン航空11便とユナイテッド航空175便の2機は、それぞれローアーマンハッタンのワールドトレードセンター複合施設のノースタワーとサウスタワーに墜落した。1時間42分以内に、共に110階建ての両タワーが崩壊した。破片とそれに伴う火災は、47階建ての7、ワールドトレードセンタータワーを含む、 ワールドトレードセンター複合施設の他のすべての建物の一部、または完全な崩壊を引き起こし、また他の10の大規模な周囲の構造物に大きな損害を与えた。3期目のアメリカン航空77便はバージニア州アーリントン郡のペンタゴンに墜落し、建物の西側が部分的に崩壊した。4期目のユナイテッド航空93便は当初、 ワシントン DC に向かって飛行していたが、乗員乗客がハイジャック犯の拘束を試みた結果、ペンシルバニア州、ストーンクリークタウンシップの野原に墜落した。すぐに、アルカイダに疑いの目が向けられた。米国は、対テロ戦争を開始して、アフガニスタンに侵攻し、アフガニスタンからアルカイダを追放し、指導者のウサーマビン・ラーディンを引き渡すという米国の、 要求に従わなかったタリバンを退陣させた。多くの国がテロ攻撃を防ぐためにテロ対策法を強化し、法執行機関や情報機関の権限を拡大した。ビンラディンは当初、関与を否定していたが、2004年にはテロ攻撃の責任を主張した。アルカイダとビンラディンは、米国のイスラエル支援、サウジアラビアにおける米軍の存在、イラクに対する制裁を同期として挙げた。 ビンラディンは10年近く捕獲を逃れ、パキスタンに今日構えていたが、2011年に米軍の吸収により、ウサーマ・ビンラーディンの殺害が行われた。世界貿易センターとその周辺のインフラの破壊は、ニューヨーク市の経済に深刻な打撃を与え、世界市場に大きな影響を与えた。米国とカナダの民間空域は9月13日まで閉鎖され、 ウォール街は9月17日まで閉鎖された。さらなる攻撃への警戒や恐れから多くの閉鎖、避難、キャンセルが続いた。ワールドトレードセンター跡地の製造は2002年5月に完了し、ペンタゴンは1年以内に修復された。1ワールドトレードセンターの建設は2006年11月に始まり、2014年11月にオープンした。 ニューヨーク市の911名モリアルミュージアム、バージニア州アーリントン郡のペンタゴンメモリアル、ペンシルバニア州の墜落現場にある93便、ナショナルメモリアルなど、多数の慰霊碑が建設されている。ハイジャックされた各旅客機の飛行ルートにせに1年9月11日、朝、マサチューセッツ州ボストン、バージニア州、ダレス、ニュージャージー州ニューアークを経った4機の旅客機が、 モハメドアタを中心とするアラブ系のグループによってほぼ同時にハイジャックされた。彼らは操縦室に侵入しパイロットを殺害した後自ら操縦して2機をニューヨークマンハッタンへ残り2機をワシントン DC へ向かわせた。なお乗っ取られた4機のうち2機がアメリカボーイング社製のボーイング767型機で 残りの2機がボーイング757型機である。この2種類の機体は運航する航空会社のパイロットに互換性を持たせるためにコックピットの操縦システムは基本的に同じものが使われており、いずれも2人のみで操縦できるため、意図してこれらの機体が運航されている便が選択され、ハイジャックされたと考えられている。また、実行班のリーダー、 モハメド・アタをはじめとする一部のハイジャック班たちは、アメリカ合衆国内にある民間の航空学校で小型機の自家用操縦免許を取得した後に、これらの機体の操縦方法を事前にフライトシミュレーターで訓練していたことが明らかになっている。これら4機が、いずれも北米大陸横断ルートという、アメリカ合衆国国内線の中では長距離飛行に入るルートを飛行する便であったのは、 長距離便のために燃料積載量が多く、衝突後の炎症規模を多くすることを狙ったと推測する者もいる。なお、ハイジャックされて激突、墜落させられた旅客機の乗客、乗員は全員死亡している。ボストン発ロサンゼルス行きアメリカン航空11便は乗客81名、乗員11名を乗せ、午前8時頃にローガン国際空港を離陸し、 ロサンゼルス国際空港に向かった。その後、11便は午前8時14分ごろに、始められたハイジャックにより、コックピットを乗っ取られた。11便は午前8時27分に進路を南向きに変え、午前8時46分に、ニューヨークローアーマンハッタンの、ワールドトレードセンターツインタワー北東に突入し、爆発炎上した。 角度、速度ともに浅い離着陸時の事故と違い、機体の残骸はほとんど原型を止めていなかった。11便がワールドトレードセンター北東に衝突する瞬間は、地元消防署の取材をしていたフランスの映像作家、ノーデ兄弟によって撮影されていた。他に、チェコ移民の労働者、パベルフラワが車で通勤中に撮影した映像が残されており、 これら2本のみが11便衝突の瞬間を捉えた記録とされている。ボストン発ロサンゼルス行きユナイテッド航空175便は乗客56名、乗員9名を乗せ午前8時14分にローガン国際空港を離陸しロサンゼルス国際空港に向かった。午前8時42分頃、175便のパイロットは離陸直後に耳にした。 不審な内容の無線について管制官に報告したが、それから午前8時46分までの間に175便もハイジャックされ、コックピットを乗っ取られた。その後、175便は午前8時58分にニューヨークへ進路を変え、午前9時3分に WTC ツインタワー南島に突入し、爆発炎上した。南島では北島の爆発を受けて、 多くの人が避難を開始していたため、人的被害は北東よりも少ないが、先に突入を受けた北東より早く、南東が崩壊している。11便とは異なり、175便の突入時には、すでに多くの人に事態が認識されていたことから、突入の瞬間の映像や写真が多数記録されている。なお、105階にいた永温副社長のケビンコスグローブが、 南島が崩壊する瞬間まで911番へ電話で状況を伝えていた音声が録音されており、この録音はザカリアス・ムソウイの裁判において証拠として用いられた。ワシントン DC 発、ロサンゼルス行きアメリカン航空77便は乗客58名、乗員6名を乗せて午前8時20分に出発した。午前8時50分頃までにハイジャックされ、 コックピットを乗っ取られた。直後に進路を北向きに変えた後、南へ展開、その後東へ進路を変えた。最初の進路離脱から3分間は、完成等と機長が更新していたが、その後通信不能となった。そして午前9時38分、バージニア州アーリントンにあるアメリカ国防総省本庁舎に激突し、爆発炎上した。激突の瞬間の映像が、 ペンタゴンの駐車場の監視カメラによって記録されており、また付近を通行中の多くのドライバーや歩行者によって降下し激突する瞬間が目撃された。防犯カメラなどの映像によると、機体は水平の状態で地面を滑走しながら、ペンタゴンに衝突していたが、高速で建築物に激突、炎上したため機体の残骸はほとんど原型を止めていなかった。 ユナイテッド航空93便の墜落跡地にできた穴、ニューアーク発サンフランシスコ行きユナイテッド航空93便は、午前8時42分、乗客37名、乗員7名を乗せて、滑走路の混雑で30分遅延で出発した。93便離陸のわずか数分後、アメリカン航空11便が、世界貿易センター北東に激突した。 乗客の機内電話からの通報によると、午前9時27分にハイジャックされ、コックピットを乗っ取られた。オハイオ州クリーブランド付近で進路を南に変え、さらに南東へ向かった。ワシントン DC へ向かうことを管制官に通告。標的は、アメリカ合衆国議会議事堂かホワイトハウスであったと推測されている。午前9時57分、機内電話や、 携帯電話による外部との連絡で、ハイジャックの目的を自爆テロと認識した乗客が昨の、奪還に乗り出す。そのわずか数分後、ワールドトレードセンターツインタワー南東が完全崩壊した。午前10時3分、93便は490ノットの速度で、ペンシルベニア州ピッツバーグ郊外シャンクスビルに墜落した。離着陸時の速度の倍以上の高速で、 地上に衝突したため、機体の残骸はほとんど原型を止めていなかった。なお、地震計のデータから墜落の時刻を午前10時6分と公式記録と異なる報告がなされたが、後にこの時刻を算出した地震学者本人により撤回されている。乗客たちがハイジャッカーたちに反撃した際に、レッツロールを合図にしたと言われている。この レッツロールは9.11事件以降のアフガニスタンでの報復戦争において一種のスローガンとして用いられた。9.11事件の調査委員会は乗客はコックピット内に侵入できなかったと結論付けているが一部の遺族は CVR 音声に乗客がコックピットに侵入した証拠が記録されていると主張している。なお、離陸からハイジャック。 墜落までの乗員乗客の行動をもとにした映画、ユナイテッド93が2006年に公開された。ユナイテッド航空175便がツインタワー南ミ島に突入した瞬間なさが、宇宙から撮影したテロ攻撃の様子自由の女神の背景で炎上しているツインタワー午前8時46分40秒。 ハイジャックされたアメリカン航空11便がワールドトレードセンター北東の北面に突入した。旅客機は北東の93階、99階を切り裂くように衝突し数百人が即死した。11便に搭載されていたジェット燃料によって北東の高層階では爆発的な火災が起こり引火した燃料がエレベーターシャフトを通じて落下したことで 地上ロビーのような低層階でも爆発が発生した。衝突から10分が経たないうちに火災と黒煙は上層階に広がり始めた。8時52分には熱と煙、炎による耐え難い苦痛により高層階から飛び降りる人々も現れた。この時点では北東への航空機の突入は事故であるとの見方が大勢を占めていた。当時の大統領ジョージ W ブッシュも 第一歩を受けて、これはパイロットエラーによる事故だと発言した。午前9時2分59秒、ハイジャックされたユナイテッド航空175便が、ワールドトレードセンター南島の南面に突入し、南島は爆発炎上した。航空機は機体を傾けながら77回85回にかけて衝突しており、78回のスカイロビーで、 避難のためエレベーターを待っていた数百人の多くが即死または重傷を負った。この衝突によって南東が負った構造的ダメージは北東と比較してより深刻だった。2機目のジェット機が南東に衝突した瞬間はスータのカメラによって様々な角度から捉えられた。この時点で一連の出来事が事故ではなく故意に起こされた攻撃であることが広く認識された。 午前9時37分、ペンタゴンにハイジャックされた旅客機が突入した。9時42分、連邦航空局は、アメリカ合衆国大陸部内のすべての民間航空機を離陸禁止とし、すでに飛行中の民間機には直ちに着陸するよう指示した。午前9時59分、ユナイテッド航空175便の突入から56分後、ワールドトレードセンター南東が崩壊した。 その直後の10時3分11秒、ハイジャックされたユナイテッド航空93便がペンシルベニア州で墜落した。10時28分、アメリカン航空11便の突入から102分後、南島に続き、ワールドトレードセンター北島が崩壊した。ワールドトレードセンターのツインタワーは、航空機の衝突による大規模な構造的ダメージに加え、ジェット燃料が引き起こした火災の熱で、 構造部材の強度が著しく低下したことで崩壊したと考えられている。アメリカ国立標準技術研究所の報告書によれば火災によるダメージは主にオフィス内の可燃物によるものであり、それらの可燃物が火災を増長しなければツインタワーは崩壊を免れていた可能性がある。ツインタワーは建設当時に世界最大のジェット旅客機であった ボーイング707が突入しても崩壊しないよう設計されていたが漏れ出したジェット燃料とそれによる大規模火災の影響は設計上考慮されていなかった北東の崩壊時瓦礫が隣接する7ワールドトレードセンタービルに降り注ぎ7ワールドトレードセンターは損傷さらに火災が発生した火災が数時間にわたって持続したことにより ビルの構造的健全性は失われた。午後5時21分、7ワールドトレードセンターは倒壊した。各力各機のツインタワー両胸への突入の様子 7WTC 以外にも、ワールドトレードセンターコンプレックスと周辺の多くのビルが壊滅的な被害を受けた。全壊した施設には、聖ニコラス制度も含まれていた。1WTC、2WTC と同様に、 3WTC と 7WTC は跡形もなく破壊された。4WTC、5WTC、6WTC、ウエストストリートを渡る2つの横断歩道橋は激しく損壊した。リバティストリートを隔てたドイツ銀行ビルは部分的に損壊し、2007年より始まった解体作業で取り壊された。ウエストストリートを隔てた。 ワールドフィナンシャルセンターの二棟のビルもダメージを被った。ワールドトレードセンターコンプレックスの地下にはパストレインのワールドトレードセンター駅が位置していた。ツインタワーの崩壊時、この駅は完全に破壊され、この駅からハドソン川の下を通ってニュージャージー州ジャージーシティのエクスチェンジプレイス駅へ向かうトンネルも水没した。北東の崩壊により、 北東の屋上に設置されていた通信アンテナも破壊された。一時的に多くの TV 局、ラジオ局の放送が断絶したが、それらの放送局はすぐに別ルートでの通信を確立し、放送を再開することができた。ワールドトレードセンターの敷地における火災は、テロ事件から100日後の12月20日に、ようやく沈下された。この事件以降、 ワールドトレードセンターコンプレックス跡地はグラウンドゼロやワールドトレードセンターサイトとも呼ばれている。WTC の人的被害ブルックリン側から見たツインタワー南ナの崩壊ワールドトレードセンターへのテロ攻撃による死者は合計で2763人だった。その内訳は事件当時 WTC にいた民間人が2192人。 消防士が343人、警察官が71人、ハイジャックされた旅客機の乗員、乗客が147人、ハイジャック班のテロリストが10人となっていた。WTG のツインタワーで死亡した民間人の90%以上は、Z 機が直撃した階以上のフロアにいた人々だった。北東では直撃を受けた階以上のフロア2355人が、 閉じ込められ、煙の吸引、タワーからの落下、最終的なタワーの崩壊などの理由によって、その全員が死亡した。北東の3つの非常階段すべてが、アメリカン航空11便の衝突の際に破壊されており、上層階から人々が脱出することは不可能だった。一方で、直撃を受けた木材橋より、下のフロアで死亡した民間人は107人とされている。 南東で死亡した民間人は計630人であり北東の半分以下の数字だった。南東では北東へのジェット機突入の直後から多くの人々が自主的に避難を開始していたため死者の数は大幅に抑えられた。一方で USA Today は最初のジェット機突入後に南東にいた全員を避難させることができなかったことを 事件当日に起きた大きな悲劇の一つと表している。南島では、ユナイテッド航空175便の衝突の後も、非常階段の一つが崩壊を免れており、この A 階段を利用することで18人が生還した。ジェット機の衝突によって、北島、南島ではエレベーターが停止し、多くの人が閉じ込められた。USA、Today、の推定では、最小で200人。 最大で400人がツインタワーのエレベーターに閉じ込められた状態で死亡したとされている。エレベーターに閉じ込められたものの、そこから自力で脱出した生還者は21人のみだった。エレベーターにおける死者はケーブルの破断によるエレベーターの急落下やエレベーターへの火炎の侵入によって死亡しており、それらを免れた者も,もタワーの崩落時に死亡した。上空から見た。 WTC 跡地、ツインタワーからの転落もしくは飛び降りによる死者は、最低でも200人と推定されている。そのほとんどが北東で発生したものであり、南東からの転落、飛び降りによる死者は12人に満たなかった。北東から落下した人々の多くは、タワーに隣接する道路や広場及び3、WTC ビルの屋上に叩きつけられて死亡した。 消防士の一人は落下してきた人の巻き添えとなり死亡した。北東の101階、105回を占めていた投資銀行のキャンター・フィッツジェラルドでは他の雇用主を大きく上回る658人もの従業員が犠牲となった。キャンター・フィッツジェラルドの直下、北東の93階、100階を占めていたマーシュマクレナンでは358人の従業員が犠牲となった。 南東の A オンでは175人の従業員が犠牲となった。アメリカ国立標準技術研究所は事件発生当時のワールドトレードセンターコンプレックスには約17,400人の民間人が存在したと推定している。公安公社のターンスタイルによる記録では午前8時45分には14,154人がツインタワー内に存在したことが示唆されている。 ジェット機が直撃した木沢橋よりも下のフロアにいた人々は、その大半が安全にタワーから避難することができた。ツインタワー南島の崩壊時、当時南島にいた民間人、消防士並びに警察官は全員死亡し、タワー周辺の道路やビルでも多数の死者が生じた。北島の崩壊時には、12人の消防士、1人の警察官、 および三人の民間人が崩壊を免れた非常階段に守られる形で生き残ったが、それ以外に生存者はいなかった。アメリカン航空77便が国防総省本庁舎に突入した瞬間の映像を炎上する国防総省本庁舎と突入したアメリカン航空77便の破片午前9時37分45秒。 ハイジャックされたアメリカン航空77便がバージニア州アーリントン郡のアメリカ国防総省本庁舎に突入した。アメリカン77便はビルの静壁に衝突して爆発炎上し、77便の乗客、乗員全員が死亡したほか、ペンタゴンにいた125人の国防総省職員が死亡、106人が重傷を負った。 77便の衝突と続いて発生した火災によってペンタゴンは激しく損傷し、ビルは部分的に倒壊した。ペンタゴンに突入する直前、旅客機の翼は地上の街灯をなぎ倒し、さらに発電機に接触した。77便はペンタゴン西側外壁の1階部分に激突したが、衝突の瞬間にボーイング757の胴体全部はバラバラになり、 その後一瞬のうちに、機体中央部と尾翼部が勢いを保ったまま外壁を突き抜けた。最も深くまで到達したのは、尾翼部の破片であり、5層ある外壁のうち3層を突き破り、94メートル内側まで貫通していた。その後10時10分には、衝突で損傷したビルの一部分が倒壊した。ビルの倒壊部分は、最大で幅29メートル、 奥行き15メートルにわたった。77便の衝突からビルの崩壊まで時間的猶予があったため、4から5階にいた職員は全員が安全に避難することができた。旅客機の突入時、ペンタゴンでは約1万8000人が働いていたが、この数字は1998年に始まった改修工事によって通常より4000人ほど少なかった。この直前に起きた、 ワールドトレードセンターツインタワーへの他の飛行機の突入の影響で情報は錯綜し、最初の報道は単にペンタゴンが爆発炎上したというだけであったが、後に付近を通行中のドライバーや歩行者によってアメリカン航空機が北側から旋回して激突したとの目撃が証言され報じられた。さらに激突の瞬間の映像が ペンタゴンの駐車場の監視カメラによって記録され、すぐに FBI によって回収、操作された。テロ当日は北アメリカ航空宇宙防衛司令部の年に一度行われる訓練の日であり、東海岸から離れた場所で万全の防空体制で訓練に当たっていたはずだった。しかし、連邦航空保安局からアメリカン航空11便ハイジャック発生の 第一報が入ったのは8時40分頃で、マサチューセッツ州のケープコット南西部にある、オーティス空軍周辺基地から、海 -15 戦闘機2機が、スクランブル発進したのは8時52分だった。スクランブル発進した海 -15 は、アメリカン航空11便を追跡するよう、命じられたが、発進した時11便はすでに、ツインタワーアーキトに突入した後だった。 管制室は途中からユナイテッド航空175便を追跡させているという認識だったが状況の把握が不十分でパイロットも何を追跡しているか認識できていなかった。同期は一旦ロングアイランド湾で待機するよう命じられニューヨーク上空への侵入を命じられたのは175便がツインタワー南島に突入した後だった。しかし f 十五には 旅客機攻撃の権限がなく、突入を止めることは不可能だったとされる。ワシントン DC には、ノースカロライナ州上空で訓練していた海 -16、戦闘機3機が呼ばれたが、飛来したところで基地への着陸待機を命じられた。3機は、アメリカン航空77便の追跡を命じられ、再度離陸したが、もともと訓練中だったために燃料が不足し始め、 うちの2機は訓練用の模擬弾しか装備していなかった。9時30分に別の F-16 が3機発進し、ワシントン近くに飛来したが、これらには攻撃用のサイドワインダーアームが装備され、旅客機撃墜の権限が与えられていた。しかし、結局77便に合流することはなく、9時38分にペンタゴンへの攻撃の阻止には至らなかった。 オハイオ州上空を飛行していたユナイテッド航空93便の付近で積み荷の搬送を行っていた C-130 輸送機が管制官から93便を捕捉するように命じられた。C-130 は93便墜落の際17マイル離れたところに位置していた。ノーラットから10時6分にスクランブル発進命令があった2機の F-16 が発信したのは10時16分だった。別の2機の F-16 が93便を追跡していたという話もあるが、公式な発表にはない。さらに事故から約10分後に、現場のはるか上空を戦闘機らしい航空機1機が通過するのを目撃された。ノーラットは連邦航空局から93便墜落の報告を受けたのは10時15分で、 10分近く93便の追跡を続けさせていた。連邦航空局がアメリカ合衆国中のすべての空港の閉鎖の措置を決定したのはワールドトレードセンターへの2度目の突入の直後からで9時45分に全米の空港からの民間機の離陸が停止され、飛行中のすべての民間機は直ちに最寄りの空港へ着陸するよう通告された。 民間機の飛行禁止は3日間にわたり、常に5000機以上が飛んでいた航空機がアメリカ上空、そしてアメリカが完成を担当する空域から姿を消した。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領はフロリダ州におり、同州、サラ・ソータにあるエマ・イブッカー小学校の授業を視察する予定だった。一機目のツインタワー攻撃の際には小学校へ向かう専用車の車中にいたが、 この時は単なる航空事故だと考えていたとされる。ただし、一時的にホワイトハウスとの間で電話会議が行われた。また補佐官ら周辺も同じように事故と考え、予定通り小学校へ入った。エマ・イブッカー小学校で連絡を行うブッシュ。大統領大統領専用機内で、チェーニー副大統領との連絡を行うブッシュ。 大統領授業視察中に2期目のツインタワー突入があり、数分後、ブッシュ大統領がアンドリュー・カード首席補佐官から2期目の突入と合衆国が攻撃されている可能性があるとの報告を受けたが、ブッシュは無駄な動揺を与えないために、との理由ですぐに動かずに7分間、小学生の朗読を聞き続けていた。朗読が終わると、ブッシュ大統領は小学生を褒め、 直ちに隣室で補佐官と話し、電話でコンドリーザ・ライス国家安全保障担当補佐官と州知事に連絡した。その後、テレビカメラでアメリカが攻撃を受けたと小学生の前で国民へ呼びかけ、9時30分頃に小学校から車列とともに出発3マイルのところにある空港へ向かった。9時55分に大統領専用機 VC-25 が 目的地を決めないまま離陸、地上からの攻撃を避けるため直後に急上昇した。この時点では護衛の戦闘機はなかった。国内上空には未だに連絡の取れない旅客機が11機あったが、完成の指示で地上に降ろし、国内空域は大統領専用機と哨戒機だけになった。航空管制からは自由に飛行しても良いとの許可があり、機長が行き先を尋ねた際に、 大統領はワシントンを支持した。アンドリュー・カードは国民に声を伝えるべきと進言したが、当時専用機からは生の声明発表ができなかったため、1ドルイジアナ州バークスデール空軍基地に立ち寄り、国民に向けた声明発表を行った。ここでは有事の際に大統領が軍を指揮するために登場する E-4B ナイトウォッチも随行していたが、 乗り換えはしなかった。その後、ネブラスカ州、オファット空軍基地で事態の鎮静化を待ち、夕刻にメリーランド州アンドルーズ空軍基地経由でワシントン DC へ帰還した。専用機は、通常、国内でのフライトでは、戦闘機の護衛を受けないが、この日のオファット基地からアンドルーズ基地へのフライトでは、国内では初めて、ゼネラルダイナミクス海十六戦闘機の護衛を、 受けて飛行している。戦闘機は大統領専用機からパイロットの顔が判別できるほどの至近距離を飛行していた。ホワイトハウスではリチャード・チェーニー副大統領らが執務を行っていたがツインタワーへの二度目の攻撃の直後、シークレットサービスに連れられて地下6階の地下壕へ避難した。ドナルド・ラムズフェルド国防長官は上級軍人と朝食をとった後、 ペンタゴンの執務室へ入って議員と懇談していた。ラムズフェルド国防長官にツインタワー攻撃の知らせが入ったのはペンタゴン攻撃のわずか2分前でありアメリカン航空77便がペンタゴンに向かっていることは知らなかった。また平時のペンタゴンにはホワイトハウスのような防空装備がない。攻撃の後ラムズフェルド国防長官が建物の外へ出ると 女性職員が血を流して倒れていたため、彼女を抱えて避難し、担架に乗せ救急車が来るまで看病していた。現場から避難したのはその後で、数十分が経過していた。コリン・パウエル国務長官は、事件当時南アメリカのペルーを実務訪問中で、あったが、ツインタワー及びペンタゴニへの攻撃の報告を聞いて、すぐに政府専用機でアメリカ合衆国に帰国した。 なお、ロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領は、この一方に対し、アメリカが州国軍が必要な動員をかけたとしても、直ちに、ロシア連邦軍に迎撃態勢を取らせることはないと、ホットラインでブッシュ大統領に告げた。ロシア連邦軍にはアメリカが大規模な動員をかけると、それに反応するように指揮系統が準備されている。オサマ・ウィンラディンアメリカ同時多発テロ事件の首謀者は、 イスラーム過激派テロ組織、アルカイダの指導者、ウサーマ・ビン・ラーディンとされている。当初、ビン・ラーディンは事件への関与を否定していたが、2004年には一転して同時多発テロ事件への関与を公に認めた。2001年9月16日、アルジャジーラ上でビン・ラーディンによるビデオ声明が放送された。声明の中でビン・ラーディンは、私は、 攻撃を実行していないと強調する。攻撃は別の個人によって彼自身の動機に基づいて実行されたように見えると述べた。2001年11月、アメリカ軍はアフガニスタン東部のジャラーラーバードで一本のビデオテープを回収した。このテープにはビン・ラーディンと他のアルカイダ構成員との会話が記録されており、その中でビン・ラーディンは 同時多発テロを事前に知っていたことを認めていた。2004年のアメリカ大統領選挙の直前、ビン・ラーディンは新たなビデオ声明を発表し、アルカイダが同時多発テロ事件に関与したことを公式に認め、自らが実行犯にテロ攻撃を指示したことを認めた。2006年9月にアルジャジーラが入手したビデオテープには、ビン・ラーディンとラムジュビン・アルシブが 二人のハイジャック犯と共に同時多発テロの準備をしている模様が記録されていた。ビン・ラーディンは同時多発テロ事件に関してアメリカ政府当局から正式に起訴されたことはなかったが、ケニアの首都ナイロビとタンザニアの首都ダルエス・サラームにおけるアメリカ大使館爆破事件に関する容疑で FBI10 代最重要指名手配者に指定されていた。2011年5月2日、 10年間の追跡の末にアメリカ軍特殊部隊はパキスタンのアボッターバードに潜伏していたビン・ラーディンを吸収の上で殺害した。なお、この時の映像は当時のオバマ大統領ら閣僚に生中継された。同期ウサーマ・ビン・ラーディンが1996年に発表した対アメリカ戦線布告と1998年に 発表したアメリカ国民の無差別な殺害を呼びかける、布告は、ビン・ラーディンの動機を示す証拠として扱われている。ビン・ラーディンは、ヒースラム教徒がアラビア半島に常駐することは預言者、ムハンマドによって禁じられていると解釈しており、湾岸戦争が勃発した1990年8月以降アメリカ軍がサウジアラビアに駐留していることに強い怒りを抱いていた。 1996年8月、ビン・ラーディンは最初のファトワーを発し、二つの聖なるモスクの地の占領者であるアメリカに対するジハードを宣言するとともに異教徒であるアメリカ人をアラビア半島から駆逐する要全世界のムスリムに呼びかけた。1998年2月、ビン・ラーディンは第二のファトワーを発し、 アメリカ軍によるサウジアラビア中流へ再度抗議するとともにアメリカの親イスラエル的な外交政策を批判した。1998年のファトワーはさらに世界各地でアメリカ及びその同盟国の国民を軍人、民間人の区別なく殺害することが占領されているアルイコールアクサーモスクとメッカの聖なるモスクを解放するために 全ムスリムに課せられた義務であると宣言していた。ビン・ラーディンは、自らの直接的関与を認めた2004年の、声明の中で、テロ攻撃を行った動機について、以下のように述べた。1982年、アメリカはイスラエルがレバノンを侵略することを許可し、侵略を助けるため、アメリカ大陸艦隊を派遣した、レバノンの破壊されたタワーを目にした私の心に、 我々も迫害者たちを同じやり方で罰するべきだという考えが浮かんだ。我々はアメリカのタワーを破壊して我々が体験したものの一端を迫害者たちにも体験させるべきであり、そうすることで彼らが我々の女や子供を殺すのを思いとどまるようにすべきだと考えた。テロの発案者とされるハリドシェイク・モハメドは2003年に逮捕されたアルジャジーラ記者。 ヨスリフォウダの報告によれば、アルカイダ幹部のハリドシェイク・モハメドは2002年4月に、自らが同時多発テロを計画したことを認めた。モハメドは逮捕された後の2007年にも、犯行を自供した。アメリカ議会調査委員会による同時多発テロ事件の最終報告書は、モハメド911テロの主たる企画者として紹介しており、彼のアメリカに対する敵は、 イスラエルに、好意的なアメリカの外交政策との著しい、意見の不一致に起因すると結論付けた。モハメドは1993年の世界、貿易センター爆破事件にも関与しており、主犯ラムジ・ユセフのおじでもあった。モハメドは2003年3月1日に、パキスタンのラーワルピンディで逮捕された。逮捕後、モハメドは、複数の CIA 秘密軍事施設とグアンタナモワン、 収容キャンプに交流され、尋問中にウォーターボーディングを含む拷問を受けた。2007年3月に、グアンタナモアンで行われた、聴聞会において、モハメドは自らには、9月11日の作戦について、初めから終わりまで全ての責任があったと証言した上で、この証言は教養の下でなされたものではないと述べた。バージニア州東部地区連邦地方裁判所が、 ザカリアス・ムソウイの裁判中に使用した資料である、サブスティトーション・フォー・ザ・テスティモニー・オブ・カリード・シーク、モハメッドは、同時多発テロ計画の全貌を事前に把握していた、アルカイダ構成員として、ビン・ラーディン、モハメド、ビン・アルシブ、ムハンマド・アーティフ、アブトラ・アルールの5名を挙げている。同時多発テロ事件において、重要な役割を担ったテロリストの多くは、 ドイツのハンブルクに拠点を置くイスラーム過激派集団に所属していた。事件当日にハイジャック機のパイロット役を務めたモハメド・アタとマルワン・アル・シェヒ及びジアド・ジャラヒに調整役のラムジビン・アルシブを加えた4人がハンブルクセルの中心的メンバーであり、彼らはアフガニスタン訪問時にアルカイダ指導部によってテロの実行者に任命されていた。モハメド・アタら ハンブルクセルが1998年から2001年まで使用していたハンブルクのアパート同時停発テロ計画の考案者はハリドシェイク・モハメドであり、モハメドは1996年に初めて計画をウサーマ・ビン・ラーディンに提示した。当時、ビン・ラーディンとアルカイダはスーダンからアフガニスタンに拠点を移したばかりであり、一種の過渡期にあった。1998年に ビン・ラーディンが発したアメリカ人の殺害はムスリムの義務であるとする事象、ファトワーとされたものと同じく1998年に発生したアメリカ大使館爆破事件はビン・ラーディンが攻撃の焦点をアメリカに定めたことを示す一つの転換点となった。1998年末もしくは1999年の初め頃、ビン・ラーディンはモハメドが 同時とテイロ計画の準備に着手することを承認した。1999年春には、モハメドとビン・ラーディン、及びビン・ラーディンの代理人、ムハンマド・アーティフが参加する会合型手続けに開かれた。アーティフは、ターゲットの選定やハイジャック犯のための渡航の手配など、テロ計画の作戦面での支援を提供した。 モハメドの提案は一部ビン・ラーディンによって却下され、ロサンゼルスのライブラディタワーのようないくつかのターゲット候補は攻撃の準備をするのに必要な時間が不足していることを理由に拒否された。ビン・ラーディンはテロ計画の統率と資金援助を担当し、計画を実行するテロリストの選抜にも関与した。当初、ビン・ラーディンはナワフアルイコールはみとハリドアルミフダールという、 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で戦った二人の熟練戦闘員をハイジャック機のパイロット役に任命していた。2000年1月中旬、アルイコールハズミとアルミフダールはアメリカに到着し、2000年春にはサンディエゴで飛行訓練を受けたが、二人はほとんど英語を話せず、また訓練の成績も悪かったため、最終的にはパイロット役以外のハイジャック班として、 テロに参加することとなった。1999年後半、モハメド・アタ、マルワン・アル・シェヒ、ジアド・ジャラヒ、ラムジ・ビン・アル・シブラ、ドイツ・ハンブルク在住のイスラーム過激派の一団が、アフガニスタンのアルカーイラ訓練キャンプを訪問した。ビン・ラーディンは、彼らが高い教育を受けており、また英語が堪能で欧米での生活に慣れていることを評価し、 テロ計画の中核となる実行メンバーに抜擢した。その後、2000年にはアガニスタンの訓練キャンプにハニ・ハンジュールという新兵が加入した。ハンジュールは1999年にアメリカで職業パイロット免許を取得しており、その事実を知ったアルカイダは彼をテロ計画に参加させた。ハンブルク在住のテロリストのうちアルシェヒは2000年5月末に あとは2000年6月3日に、ジャラヒは2000年6月27日に、それぞれアメリカに到着した。ビンアル支部は渡米のためアメリカのビザを何度も申請したが、イエメン国籍であったため、有効期限を過ぎて、不法滞在することへの懸念からビザが発給されなかった。ビンアル支部は、渡米を諦めざるを得ず、反武力に泊まってあたとハリドシェイクモハメドの間の、 調整役を務めることとなった。アメリカに渡った3人のハンブルクセルメンバーはフロリダ州南部の航空学校で飛行訓練を受けた。一方、ハニ・ハンジュールは2000年12月8日にサンディエゴに到着し、アルイコールハズミと合流した。二人はその後すぐにアリゾナ州に向かい、ハンジュールはそこで操縦の再訓練を受けた。2001年春には、 パイロット役以外のハイジャック班もアメリカに到着し始めた。2001年7月、アタはスペインでビン・アル・シブと会い攻撃目標の最終的な選択等テロ計画の調整を行った。その際、ビン・アル・シブはアタにビン・ラーディンができるだけ早いテロ攻撃の実行を望んでいることを伝えた。ニューヨークやワシントンには世界中の報道機関が本社、死者、 事務局を置いているため、一連の事件は、テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて、全世界にリアルタイムで伝えられた。連日、新聞や週刊誌なども最大級の扱いで事件を伝えた。当日及びその後のテレビ報道は、インターネットアーカイブで保存公開されている。一期目の激突は、数ヶ月前から、地元消防署の日常を密着取材していた。 フランスのテレビ局から派遣されていたビデオジャーナリストの脳で兄弟によって偶然撮影され翌日に報道されている。2期目の旅客機が激突する瞬間はプロやアマチュアを含む多くのカメラマンに撮影されている。事件の放送を行うアメリカのテレビニュースを見つめるプラハ市民1期目が突入したニューヨーク時間を8時46分はテレビ各局が朝のニュースショーなどの最中で CNN は8時49分から ABC、CBS など他のテレビ局も8時50分前後から特別報道番組を開始、ローアーマン発端方面を向く情報カメラや報道ヘリコプターが建物の様子を伝え始めた。この時点では小型機がビルに誤って衝突した事故と報じるものが多かったが、中継の最中の9時3分、ツインタワー南島に ユナイテッド航空175便が突入した。2期目の突入以降、各テレビ局はテロの可能性が高いと論調を変えることになった。その後、9時30分にブッシュ大統領の演説が各局で中継される。その後もツインタワーの炎上と崩壊アメリカン航空77便のペンタゴン攻撃、93便の墜落など事態が続き、報道は 週末の16日深夜まで休むことなく続いた。特にネットワーク3局の夕方ニュースのアンカーは、最長で1日17時間にわたって伝え続けた。この週は新番組が始まる時期だったので、のきなみ放送が順延され、内容変更を強いられた番組もあった。また、国外向けの放送局である CNBC や CNN インターナショナルでも、 本来あまり放送されない国内向けの放送を全編放送し続けた。イギリスは昼過ぎであった。BBC においては、テレビ国際放送、BBC ワールド内で速報として13時前に炎上するワールドトレードセンターを映し出したのが第一報であった。午後1時からのニュース番組を始めた直後、2期目の突入の瞬間を生中継した。 トニー・ブレア首相は14時30分頃出席していたブライトンでの労働組合会議の場で深い哀悼の意を伝えた。以下、日本における報道については日本時間を使用する。なお、日本時間は現地の時間より13時間進んでいる。当時の状況の主軸である世界貿易センタービルへの航空機衝突と崩壊の時刻を太字で示す。なお、日本では ワールドトレードセンターツインタワーの名称を世界貿易センタービルと報道した。2001年9月11日は台風15号と台風16号が前日から関東地方と沖縄を襲って多くの被害をもたらしたほか、9月1日に発生した歌舞伎町ビル火災の原因究明、9月10日に国内で初めて恐竜病疑いのある牛が千葉県で発見されるなど、 この日のニュース番組では重大ニュースが多数報道されていた。22時前後、ニューヨークの世界貿易センタービルに航空機が激突という情報が各局のニュース番組、またはニュース速報で一斉に連達された。この時点ではほとんど情報が集まっておらず、詳細な状況は不明であった。テレビ朝日では、 ページの21時54分よりニュースステーションの放送を開始した。冒頭から CNN の映像をそのまま放送しており、1期目、激突後の時点ではまだ事故と考えられていたため、1期目の激突により炎上する北東の映像をしばらく流した後、台風関連のニュースを伝えていた。なお、この時、メインキャスターの久米博氏は下季休養中であり、 クメの進行はサブキャスターである渡辺マリが務めた。22次開誌の NHK ニュース中もオープニング直後のヘッドラインは台風のニュースなどを流していた。しかしヘッドライン終了後、堀尾正明キャスターが台風のニュースをまずお伝えしようと思ってたんですが、たった今こういうニュースが入ってきましたと切り出し、一期目激突の第一歩を伝え、 まもなく ABC ニュースの中継映像で炎上する世界貿易センタービルの姿が映し出された。この時点ではまだ事故か事件かは明言されていなかった。報道機関は一期目衝突の瞬間を捉えておらず、消防士の取材をしていたフランス人のカメラマンが撮影した一期目の映像も翌日まで放送されていなかった。ただ、ニュース中に出演していたコメンテーターは、 晴天時での不可思議な衝突という状況を理由として、2期目、衝突前からテロの可能性を指摘していた。CNN でも同じような理由からテロの可能性が指摘されていたが、同時に1945年7月28日にエンパイアステートビルディングにアメリカ陸軍の B-25 爆撃機が衝突した事故を例に挙げ、 操縦ミスによる突発的な事故である可能性も指摘していた。また、CNN などでは、ボーイング737などの小型の双発ジェット機が衝突したと伝えていたものの、英語の翻訳ミスからか、日本ではこの時点で激突した航空機は小型の双発機であるとの情報が報道されていた。しかし、小型の根拠や、 創発機という語の解説がなされないなど情報が錯綜していた。ABC ニュースの中継映像をそのまま放送していた NHK ニュース中では2期目の突入の瞬間が生中継された。映像では画面右側から飛行機が現れ炎上する北東の真後ろに隠れるように見えた。そこには南東があり、数秒の後南東を襲った巨大な爆発によって 炎と黒煙が上がる様子が映し出された。画面を通して見れば、1機目の激突で炎上する北東が2度目の大爆発を起こしたように見え、NHK ニューヨーク支局の記者はターンに、今、また爆発がありましたと伝えた。これに対して、ホリオキャスターが、今、2機目の飛行機が突入したように見えましたがと、聞き返した。ニュースステーションでは、 台風関連のニュースを伝えていた間に2期目の突入が起こったため、突入の瞬間は生放映されなかったものの、すぐに再びテロ関連のニュースに切り替えられた。この時、コメンテーターの萩谷淳が、先週末からアメリカの情報機関により、中東のテログループが、米国の利益を代表する建物内し組織に対して、テロを行おうとしているとの警告が流されていましたと、述べている。 22時20分頃 NHK は旅客機がビルに激突したとみられると伝えた。22時30分、フロリダ州の小学校を訪れていたブッシュ大統領が演説で明らかなテロと発言した。22時45分頃ペンタゴンが炎上というニュースが各局で伝えられ、一連の事件が同時多発テロであるとの見方が固まった。 まもなく炎上するペンタゴンの映像が映し出され、爆発、火災の原因が3期目の旅客機の可能性があると伝えられた。旅客機がハイジャックされていたという内容の現地メディアの報道も日本国内に伝えられ始めた。これらの各ニュース番組では放送予定だった他のニュースより優先してニューヨークワシントンとの中継映像が放送され続けた。時間とともに 民放各社も次々に通常を番組を打ち切り、臨時ニュースの放送を開始した。TBS 系列では22時37分、放送中の毎日放送制作、ジャングル TV タモリの法則を途中で打ち切り、筑紫哲也ニュース23を前倒しで開始。富士テレビ系列では、関西テレビ制作のテレビドラマ、嘘恋最終回を放送していたが、番組の途中で、 ニュースジャパンキャスターの田代久子アナウンサーによるニュースを何度か流した後、ドラマ終了直前から報道特番を開始した。独立 UHF 局においても、通常同期はテレビ東京のニュースをネット受けしない三重テレビは、この日はワールドビジネスサテライトを臨時ネットした。21時から、 火曜サスペンス劇場を放送中の日本テレビは CM と本編の間に NNN 今日の出来事キャスターのいだ、弓アナウンサーによる短いニュースを挟んだが、番組自体は休止しなかった。ワールドトレードセンターの崩壊直後の煙の様子、NHK ではワシントン支局と中継を結んでいる間に、それが起こり、途中で手島隆一支局長の発言を遮るように、 ニューヨークに画面は切り替えられた。片方のビルが姿を消し、大量の煙に覆われたニューヨークと、路上から撮影した南東方開時の映像が映し出された。これらの映像は二棟が重なるアングルであったため、崩壊の程度がわかりにくく、当初はビルの一部が崩壊したとも伝えられていた。また、ワシントンの各所で爆発が相次いだという語報が流れ、画面に アメリカで同時テロの字幕が映し出された。この時も NHK はスタジオを映していて二つのビルの崩壊の瞬間はいずれも中継されなかった。しかし間もなく巨大な超高層ビルが上部から完全に崩壊し膨大な瓦礫とかしてマンハッタン南部が煙で追いつくされる衝撃的な映像が放送された。さらに23時40分頃には4機目が ペンシルベニア州西部に墜落したというニュースが伝えられた。NHK の堀尾アナウンサーは次々と起こる、惨劇を報道する中で、大変ショッキングな映像ですが、現実の映像ですと発言した。日本のほぼすべてのメディアは、翌日の明け方までテロに関する情報を伝え続けた。日本の放送をメディアにおける海外の非常事態の終夜放送は、 1991年1月17日に勃発した湾岸戦争以来であった。また中日アメリカ軍向けのラジオ放送を行う AFN も通常放送を中断してニュースを伝え続けると同時にアメリカ軍の警戒態勢や行動上の注意を喚起する内容の放送をニュースの合間に繰り返し言っていた。2001年9月12日6時25分。 世界貿易センターの第7ビルが崩壊8時30分頃、日本人大学生1人がユナイテッド航空93便に搭乗していたと報道された。9時30分からブッシュ大統領がホワイトハウスで行った演説が中継され、10時20分から小泉純一郎首相、福田康夫官房長官が首相官邸で記者会見を開始した。午後1時50分 一期目激突の瞬間を撮影したフランス人カメラマンの映像が放送された。こうしてこの日もほとんどテロ事件関連ニュース一式となった。夜のゴールデンタイム枠ではお笑いバラエティ番組が休止され特別番組が放送された。テレビでは事件から一週間程度の期間は通常番組を休止あるいは放送延期等を行い、 特別報道番組を放送するつぼねもあった。また、ビルが破壊される描写や航空機が撃墜される、描写のある映像の放映自粛を行うなど、放送内容に影響が出た。新聞各紙も一面に、大見出しで事件を伝えたほか、号外も発行された。事件が、長官各班の締め切り間際に立て続きに起こったため、各新聞は、配達先によって、 記事内容が一部異なっている。多くの週刊誌も特集を組むなどして大きく事件を伝えた。当時 CNN インターナショナルを日本国内の衛星放送、ケーブルテレビ局向けに配信していた JCTV ではこの事件を受け、急遽通常は行っていない深夜帯の同時通訳を行った。後に当時の同時通訳人の心境をまとめた短い記事を 同社 CNN 紹介ウェブサイト内に期間限定で掲載している。同時多発テロと呼ばれるように複数のテロが短時間に連続して発生した。当時の社会において従来型のテロや犯罪の概念を超越した規模だったため、時々刻々と変化する状況に対して報道機関の対応が追いつかず、情報が錯綜した状況が続いた。当時は インターネットの回線速度が遅い上に情報共有が可能なウェブサイトが電子掲示板しか存在せずカメラ付き携帯電話もまだ普及していなかったため一般人からのリアルタイムな情報共有にも期待できなかった事件当日から事件翌日の日本の各新聞テレビ報道において確認された誤報の一部として可評のようなものが挙げられる新聞における誤報については 訂正が締め切り時間に間に合わず、結果的に翌12日の長官のいくつかの掲載が誤報になった例も含まれている。これらの状況はアメリカ合衆国などにおいても同様で、事件発生当初は激突した航空機も大型ジェット旅客機ではなく小型民間機と報道されていた。また93便がクリーブランドホプキンス国際空港に着陸したという、 内容の速報記事も報道されたが、後にデルタ航空1989便を93便と混同していたことが判明し、この記事は誤報として撤回された。この他にも BBC はテロ攻撃の直後にハイジャック犯とされる人物の情報を発表したが、その後そのうちの数人が存命中の別人であったことが判明すると情報を修正した。 BBC は後に当時報告された使命がアラブ人やイスラム教徒に多く見られるものであったため初期での混乱が起きたのだろうと釈明している。テレビでは事件発生直後から様々な場所、方向から記録された映像が放送された。特に旅客機がワールドトレードセンターなどの被害を受けた建物に 突入する瞬間にはツインタワーが崩れ落ちる衝撃的瞬間を捉えた映像は一週間近くに、渡り何十回、何百回となく、繰り返された。しかしこれは、数千人が殺害された瞬間に他ならず、遺族や関係者、さらには子供に、ショックやトラウマを与える可能性が懸念され、次第に自粛を要請する声が上がった。 やがてニュースでこの事件の映像が放送される時も、こうした衝撃映像は少なくなった。ユナイテッド航空93便の残骸事件後の新聞各紙や週刊紙などには、ビルが炎上、崩壊する写真のみならず、血まみれでうずくまる市民や炎上しているツインタワーの上層階から飛び降りる人の写真などが大きく掲載された。アメリカ合衆国では、 後者の写真をめぐって論争が起こった。アメリカ最大の宗派であるキリスト教は自殺を禁じているからである。2006年にイギリスで制作されたドキュメンタリーザ・フォーリングマンはこの論争を取り扱ったものである。一連の事件を記録した写真や映像は各マスコミのみならずマグナムフォトのようなプロフォートグラファー。 あるいは事件を目撃し撮影した市民によって大量に残された。マグナムはニューヨークセプテンバー11と題して写真集を発売した。ニューヨークでは事件後に写真展覧会が行われ、それらの写真はインターネットで公開されたほか、Here is New York と題した写真集として発売されている。2006年に公開されたユナイテッド航空93便を 描いた映画、ユナイテッド93やワールドトレードセンターでも事件を伝える当時のテレビ局の映像が使われている。なお、ユナイテッド93では当時の様子を極力再現するため情報伝達の混乱や誤りなどがそのまま伝えられている。事件現場に貼られた行方不明者の安否を尋ねる張り紙この無差別テロ事件における死者は 合計2996人、負傷者は6000人以上とされている。テロリストを除いた犠牲者は2977人で、あり、ワールドトレードセンターへの攻撃による犠牲者は2753人、アメリカ国防省への衝突による犠牲者は184人、ユナイテッド航空93便の墜落による犠牲者は40人だった。 ワールドトレードセンターの現場での犠牲者2753人には、ニューヨーク市消防局の消防士343人と71人の警察官が含まれている。2996人の死者の内訳は、ハイジャックされた4機の旅客機の乗員、乗客が265人、ワールドトレードセンターでの死亡者が2606人、 アメリカ国防省での死亡者が125人とされている。このテロ攻撃では270人から400人のユダヤ人が犠牲になったと推定されている。またこれに関連してアメリカ合衆国国務省は76人分のリストの一部を公開した。2017年8月の時点でも犠牲者全体の40%にあたる1112人の遺体が未だ未確認の状態だった。 多くの遺体がバラバラになって散乱しており、2006年には南東に隣接するドイツ銀行ビルの屋上で無数の遺骨の破片が発見された。ツインタワー崩壊後に破片に覆われたパトカー現場は、ワールドトレードセンターの鉄骨に吹き付けられていた石綿やツインタワー内にあったコンピュータや蛍光灯からの水銀、ベンゼンをはじめとする火災により発生したた。 官方後続炭化水素化合物等の危険な粉塵も含まれており、救難活動を行った犬が次々に死に、肺に障害を訴える人が続出していた。しかし、アメリカ政府はそれを否定し、十分なデータの裏付けもないのに、EPA も空気は安全と放置したことから、安全よりもニューヨークの復旧作業と、いち早いウォールストリートの営業の再開を、 優先したのではないかという疑惑も上がっている。これに対して EPA 監査局はホワイトハウスの環境諮問委員会からの圧力で安全宣言の発表に至ったという報告書を2008年8月に発表している。これによると EPA の安全宣言はアスベストの含有量の数値など実際のサンプルがあったにもかかわらず 曖昧な表現に書き換えられた形跡もあるという。現場で救助作業などに当たった人では安全宣言により防塵マスクをつけなかったため健康被害が拡大された可能性も指摘されている。このような作業員や消防士、住人を含めテロ発生時、またはその直後に現場近辺にいた人では肺疾患や白血病、 癌などの発生が報告されており、医療機関などにより、粉塵被害との因果関係が追跡調査されている。特に消防士では、清掃癌や非法事金リンパ種、前立腺癌、多発性骨髄種になるリスクが優位に高いとする論文も発表されている。約3000人の作業員に対する追跡調査では、28%の人で、 肺機能に何らかの異常が認められている。ニューヨーク市警察など法執行機関においても多数の警察官がテロ事件に関連した疾病で死亡している。2016年8月までの警察官及び法執行官の死者数は110名。内訳以下の通り。2011年1月、健康被害を受けた消防士や警察官らに医療費保障など、 約42億ドルを支給する法案が成立したブッシュ大統領は速やかに非常事態を宣言した。冷戦時代に作られた政府存続計画が初めて実行された。ワールドトレードセンターツインタワーやペンタゴンへの攻撃がなされた後しばらくの間はさらなるテロに備えて州兵、予備役が動員された。空港などには限界体制が敷かれ、 すべての国境が封鎖された。また、連邦航空局の命令により、アメリカ国内の民間航空路の封鎖、アメリカ領空内への民間機の入域、通過が禁止され、領空内を飛行中の民間機はすべて最寄りの空港に強制的に着陸させられた。これらの措置は数日間続いた上、この措置が行われた地域は、アメリカ本土のみならず、アメリカが 航空管制を担当しているサイパンやパラオなどの太平洋諸国の一部地域や北、大西洋の一部地域など広範囲に及んだ。これにより多くの外国人がアメリカ国内に足止めされた上に多くの航空機が地上待機させられたため世界各国の航空会社の運航が大混乱に陥った。この事件においてはハイジャック犯の危機操作ミスによって コックピット内の会話が管制室に入るようになりアラビア語を話していることからおそらくはアラブ人が犯人であることが早期に推測できた。また客室乗務員は機内電話を使用して会社へハイジャックは報告し犯人の特徴、人数と座席番号を伝えた。このため航空会社は犯人の氏名、住所、電話番号から クレジットカードの使用履歴までを把握することが可能となった。また、数名の乗客も手持ちの携帯電話や機内電話で家族や友人にハイジャックの事実を伝えた。これらの電話の会話はほとんどが機体の破壊の時まで続いた。このうちいくつかの会話は録音されており、事件捜査に使用された。ウサーマ・マウィン・ラーディンアメリカ合衆国政府はこれらの 捜査の結果から、このテロ攻撃が、サウジアラビア人のウサーマ・ビン・ラーディンをリーダーとするテロ、組織、アルカイダによって、計画、実行されたと断定し、彼らが潜伏するアフガニスタンのタリバーン政権に、引き渡しを要求した。しかし、タリバーン側は、証拠があれば引き渡す。しかし、今の段階では、アルカイダのやったこととは断定できない。 と主張し、引き渡しを拒否した。これに対して、アメリカ軍は、アフガニスタンのターリバーン政権に対して、攻撃を開始した。なお、サウジアラビアなど、湾岸協力会議を構成するアラブ諸国も、テロ攻撃を批判し、アメリカによるアフガニスタン攻撃を支持する声明を出した。喪失感が充一する中で、アメリカ国民は、求心力を愛国的な意識を共有することに求め、 速やかな報復を肯定する世論が形成されていった。具体的な物的証拠が挙げられないうちから、CNN などのアメリカ合衆国の大手マスコミなどにおいても、イスラム原理主義を信奉するアラブ系人種によるテロ説が唱えられ、流言に乗った市民によるアラブ系住民の暴行事件が多発、アラブ系男性が射殺される惨事にまで発展した。また、ヨルダン系アメリカ人アメリカ兵が、 テロ後に受けた差別がきっかけにより、8年後の2009年11月5日に、陸軍少佐が、ホートフット陸軍基地で、銃乱射事件を起こしている。これに対し、アラブ系アメリカ人には、アラビックアメリカンズサポート US などと書いた、横断幕を自家用車に掲げ、アメリカ合衆国の味方であることをアピールした者も、いた。 事件発生直後のテレビ報道の中で、中東系の人々が勝ち誇ったように興奮する、映像が流されるなど、いわゆる国家的陰謀論に結びつくような偏った報道が、事件直後から行われていたとする説もある。前大統領であるビル・クリントンは、同時多発テロ事件を見て、それが直ちにビン・ラーディンによるものだろうと考えたと、後に述べており、方法はともかくとしても、 アメリカ合衆国に対するイスラム、原理主義勢力によるテロ攻撃の可能性は以前から意識されていたものである。炎上するワールドトレードセンターツインタワーに取り残された人々を救出すべく命がけでビルに突入しツインタワー両胸の崩壊で殉職した消防隊員や警察官に対してその勇気と献身的態度を称賛する声が アメリカ合衆国のみならず世界中から寄せられ、その遺族に対する募金や手紙も世界各国から寄せられた。同じような賞賛は有毒物質が散乱する事件現場で遺体や遺留品の捜索を行った作業員たちにも同様に寄せられた。テロ直後、ニューヨークの消防隊員から日本の公安職員で構成する。 NGO 日本警察消防スポーツ連盟宛てに SOS が発信され、同連盟から消防救助隊員11名を現地入りさせて救助活動を実施した。世界中から多数の救助隊がテロ現場に向かいアメリカ入りしたが、アメリカ国籍以外の外国人で実際に救助、活動したのは唯一日本の救助隊のみであった。崩壊した。 ワールドトレードセンターツインタワーにおける創作作業の終了に際する式典テロ以降、ニューヨークでは数々のアトラクションが市民勘定及びセキュリティ上から興業中止となった。また週末に予定されていた NFL のレギュラーシーズンも中止が決定された。しかし、ブロードウェイのミュージカルやメジャーリーグをはじめとする多くのプロスポーツは再度のテロを警戒する。 警察官の警護のもとにほどなくして再開し、テロにひるまず通常の生活を続けるという意思表示を行うとともに、打ちひしがれたアメリカ合衆国国民の心を慰めた。また、全米1200もの系列局を参加に持つ、ラジオ放送大手のクリアチャンネルは、事件直後に放送自粛曲リストを作成した。リストには、以下のような著名なアーティストの楽曲が多数含まれ、 物議を醸した。映画関連では、アメリカ国内や同盟国では、ニューヨークを舞台にしたリテロをモチーフにした映画は、被害者に不謹慎として、公開を延長、または自粛する作品が相次いだ。日本でも2001年9月14日の金曜ロードショーで、ニューヨークにおける爆破シーンがある、ダイハードさんが放送予定だったが自粛され、その他の映画も自粛された。 9月23日の日曜洋画劇場にて x ファイル・ザ・ムービーを放送する際にはビル爆破シーンを全てカットしている。2002年2月に日曜洋画劇場でテレビ放送されたホームアローンにではニューヨーク市内観光を楽しむシーンが全てカットされた。同時多発テロの後アメリカではイスラム教への敵意が広まりムスリムに対するヘイトクライムの数が急増した。 イスラム寺院やイスラム教の学校、中東系のコミュニティセンターには、電話や手紙による脅迫が、相次ぎ落書き、石や火炎瓶の投擲、銃撃、豚の血を入れた箱を、モスクの入り口に置いておくという悪質な、嫌がらせである。道を歩いていても、罵声を浴びたり、アラブ系経営者の店舗、特に、ガソリンスタンドは、危険なため、閉鎖せざるを得ない状況になった。 ムスリムは1日5回の祈りをするが、その祈りの中心であるモスクも暴動を恐れて閉鎖された。大学キャンパスでは中東系の学生が卵を投げつけられたり、職場では突然解雇されたり、数々の嫌がらせがアメリカ国内で広がった。アラブ系には全員身分証明書形態を義務付ける案に対して賛成者が49%。 アラブ系の強制送還を求めようという案には58%ものアメリカ人が賛成する結果が出た。アメリカ人が持つイスラム教への敵意は長らく続いた。8年前の1993年にアメリカイスラム評議会が行った世論調査によるとアメリカ国内で最も嫌われている宗教はイスラム教徒というデータが出ており2010年9月11日には ボクシテリー・ジョーンズの主催により、国際コーラン焼却日と称するコーランを燃やす、イベントが開かれようとした。しかし、世界中のイスラム教徒から抗議が殺到して、中止に追い込まれた。オヘア国際空港を訪問し、航空会社社員から歓迎を受ける、ブッシュ大統領テイロ攻撃の後、アメリカ人の多くがテロを警戒して、 民間航空機による移動を避けて自家用車による移動を選択したために同年の10月から12月までのアメリカ合衆国における自動車事故による死者の数は前年比で約1000人増加した。またアムトラックやグレーハウンドなどの民間航空機以外の公共中長距離交通機関やレンタカーの利用者も急増した。これによりグレーハウンドなどは 臨時増備を行うなどして収益が改善したものの空席が増えた航空会社の収益は悪化する結果となった実験直前ジョージ・ナブブッシュ大統領の支持率は50%を切っていたそもそも前年の大統領選挙は僅差での勝利であるためにまた大統領選における大規模な混乱は選挙の正当性への議論を招いたことから選挙直後から 政権支持率は高くなかった。大統領就任後の初めての大きな事件として、その指導力が国民の注目を浴びることとなり、それがテロとの戦争として位置づけられたことから、事件直後には国民の支持率は史上最高の9割に到達、意味軸も政権最初の年から国民の支持を得た形となった。このテロに対する国際的な反発は大きかった。 国際連合は安全保障理事会で9月12日にテロの脅威に対してあらゆる手段を用いて戦うとした国際連合安全保障理事会決議1368この日に行われた第56回国際連合総会でもアメリカ政府と市民に哀悼と連帯を表してワシントン及びペンシルベニアそして国連本部を置くニューヨークへのテロ攻撃を非難する決議 A です 56、一応、当時の全加盟国189カ国が満場一致で採択し、9月28日には史上初の国際立法とされる国際連合安全保障理事会決議1373ですべての国にテロ対策とその報告を義務付けた。11月10日にはルドルフ・ジュリアーニがニューヨーク市長としては初の国連演説を行って、 テロとの戦いを呼びかけ、ブッシュ大統領も国連総会での初めての演説でこれらの世界の支持に感謝して、テロとの戦いを宣言。11月12日には国際連合安全保障理事会決議1377では、テロは全国家と全人類への挑戦とされ、世界各国でテロ対策が進んだ。11日にブッシュ大統領は、 イギリスのブレア首相、フランスのシラク大統領、ロシアのプーチン大統領、中華人民共和国の江沢民国家主席ら4人の常任理事国首脳と電話会談し、テロ対策で共闘を合意した。同年4月に南シナ海で起きた海南東事件で、米中は緊張関係にあったが、テロ後の発害有で、同年10月に放中した物資と強調する中華人民共和国は、 上海 APEC の議長国として、ロシアや日本など各国首脳と、テロとの戦いを呼びかける共同声明をまとめた。また、北、大西洋条約機構、欧州連合、東南アジア諸国連合、アフリカ統一機構、アラブ連盟、イスラム諸国会議機構などのような機関も、ブッシュ大統領のテロとの戦いの呼びかけに応じた。米州機構は、 米州相互援助条約に基づいてテロは、米州全体への攻撃とし、NATO とオーストラリアは、テロは、北、大西洋条約第5条と太平洋安全、保障条約第4条にあたるとして自衛権を発動した。また、アメリカの同盟国や、先進国と大国だけではなく、インドなどアジアの非同盟諸国もアメリカが主衆国を、支持し、さらに1980年代に、 パンアメリカン航空機に対するテロを支援した過去のあるリビアやタリバーンの公然たる講演者であったサウジアラビアとパキスタン、イランアメリカ大使館、人質事件以来アメリカとは、犬猿の中であるイラン、北朝鮮のような反米とされる国々でさえ、犯人グループを非難し、アメリカ合衆国に対する支援に同意した。2006年11月14日に、 反米的なウゴチャベス大統領を率いるベネズエラの国会はアメリカ合衆国大統領に呼びかける決議案を満場一致で採択した。メキシコ国境における壁の建設を激しく攻撃し、第四章でイスラムテロとの戦争の根拠となった2001年9月11日の事件についてブッシュ政権がワールドトレードセンターツインタワーとその犠牲者に対する自爆テロに関し、 またペンタゴンに激突したとされる航空機についての明確な釈明及びビンラディンとブッシシケとの関係を提示するよう強く要求している。オバマ政権は2016年7月、米捜査官のダナ・レゼマンとマイケル・ジェイコブソンがまとめたファイル17と呼ばれる文書を公開したが、その中にはサウジアラビアとハイジャック犯を結びつけるワシントン DC のサウジアラビア大使館付属の サウジアラビア諜報員の疑いがある人物を含むサンダースの人物を名指しで挙げたリストが含まれていた。テロ事件発生以前のワールドトレードセンターツインタワー2004年9月11日ツインタワーが公選によって再現された2005年時点のワールドトレードセンターツインタワー跡地ブッシュ政権はこのテロ事件を契機にアフガニスタン侵攻を行いさらに2002年に 国際テロ組織と、ならずもの国家と断じた悪の数軸との戦いを国家戦略とし、アメリカの防衛のためには予防的な措置と時には先制攻撃が必要として推進する方針を決めた。これをもとに、アメリカ合衆国はイラクに対して大量破壊兵器を隠し持っているという疑惑を理由に、イラク戦争に踏み切った。この行動に対しては、アフガニスタン攻撃と異なり、 国際的な態度は分かれ、日本、イギリス、フィリピン、スペイン、イタリアなどのアメリカ合衆国同調国と、フランス、ドイツ、ロシア、中華人民共和国などのアメリカ非同調の立場に分かれた。その後の2004年10月、アメリカ合衆国政府調査団は、開戦時には、イラク国内に大量破壊兵器は存在せず、 具体的開発計画もなかったと結論づけた最終報告書を米議会に提出。2006年9月にはアメリカ上院情報特別委員会が旧不戦政権とアルカイダの関係を裏付ける証拠はないとの報告書を公表しており、改戦の正当性が根底から揺らぐ結果となっている。なお、テロ直後のアメリカ連邦議会で対テロ戦争への反対を表明したものは、 民主党議員のバーバラリーわずか一人だけであった。また、ブッシュ大統領は、イラク戦争後の2004年に、中東首脳を招いて、会談を開き、サウジアラビアやシリアのように王政や、独裁政治が色濃い中東各国が、テロの温床になっているとして、これらの国々を民主化すると宣言し、中東各国は、それぞれの国情を無視し、 アメリカ式を押し付けるものと強く反発した。アメリカ合衆国は中東民主化を今後の外交の方針に掲げるとしているが、このような強権的なやり方には中東諸国のみならず多くの国から批判が集中している。さらに、アメリカ合衆国がアメリカ合衆国であり続けるために必要として愛国者法を制定。 2005年7月には暫定法であった同法を高級化。市民のプライバシーを大幅に制限、公安活動のように強するとして、また12月には国家安全保障局の行う不法な登聴を大統領権限で事実上黙認していたこと、2006年5月にはテロリスト関係者、またはそれらと少しでも接触のあった外国人をアメリカ合衆国入国の際に、 令状抜きで不法に連行、習慣、自白を取るための拷問が CIA と FBI によって行われていたことが明らかになるなど、警察国家化傾向が国内の一部市民団体から批判されている。ワールドトレードセンターコンプレックスの跡地については、遺族から異例の場として欲しいという意見もあった。しかし多くのオフィススペースを失ったために、 ニューヨークから企業が流出することを恐れた市当局や後地を所有してきたニューヨークニューダージー公安局らは金融街に近くビジネス街の一等地であるこの場所に新たなオフィスビル、商業施設と交通ターミナルの再建を希望した。当初の再建案はあまりにも経済復興の色が強く遺族の反対で撤回され改めて世界の建築家を集めて行われた 建築設計協議の結果、アメリカ人建築家、ダニエル・リベス・キンドの案が採用された。2004年7月、ワールドトレードセンターコンプレックス跡地に再びビルを建設するための起工式が行われた。敷地内には、ツインタワー北と南と跡の記念スペースを囲むように、数本の超高層ビルが建ち、最も高いビルは、フリーダムタワーと名付けられ、 アメリカの独立した1776年にちなんで1776フィートの高さとなる2014年11月3日開業周囲にはタワー4タワー7が建設済みタワー2タワー3タワー5が建つ予定また跡地には事件を後世に残すための9.11記念碑、博物館が2011年9月にオープンした一方崩落した ワールドトレードセンターコンプレックスの残骸には発見されない相当数の遺体が含まれると思われた。遺体は DNA すら判別できないほどに傷んでいると思われるが、遺族は取り扱いに非常に神経を尖らせていたため、残骸は廃棄することができず、ゴミ処分場に大量に放置されている状態であった。しかし、2005年3月初め、 当局はおよそ1100人分の身元が判明できないまま確認作業を中止すると発表した。鉄骨類は、屑鉄として、再利用のため、インドへと輸出された。2001年のアメリカ同時多発テロ後から現在に至るまでの間、アメリカ国内ではアルカイダなどの国際的テロ組織によるテロは一度も起きていない。この間に、テロ計画やテロ警報は何度もあったが、 そのほとんどを FBI がテロの実行前に犯人を逮捕しているか、計画だけで実際には実行されずに終わったテロがほとんどである。しかし FBI が察知できずに実行されたテロが3件だけ起きている。それは2009年12月25日のノースウェストキテロ、2010年5月1日のタイムズスクエアテロ、2010年10月29日の アメリカ域航空便テロの3件がある。しかしこれら3件とも爆弾が爆発せずに未遂に終わっている。したがってアメリカ国内においてアルカイダなどの国際的なテロ組織によるテロはこの事件以降一度も成功していない。アメリカ同時多発テロはアメリカ合衆国の政治、そして冷戦後の国際社会の大きな転換点となった。 アメリカ同時多発テロ事件が勃発する前には20世紀のアメリカ合衆国国民の記憶に残る日は1963年11月22日のジョン・カイ・ケネディ暗殺事件あるいは1941年12月7日の大日本帝国海軍による真珠湾攻撃であったこれらに代わってアメリカ国民はこの2001年9月11日を テロの脅威と共に永遠に記憶に留めることになった。ネオコンの代表的人物とされる、ブッシュ大統領とウォルフォビッツ国防副長官、ブッシュ大統領とサウジアラビアのアブドラ皇太子アメリカ同時多発テロは、外国がアメリカ本土を襲撃した事件として、真珠湾攻撃とたびたび回避されている。真珠湾攻撃は、日本の正規軍が軍事行動として、 アメリカ本土ではなくハワイのアメリカ軍基地を攻撃したケースであったが、アメリカ同時多発テロは、アメリカ本土が襲撃された事件という意味でも、衝撃的な大事件ともなった。しかも、真珠湾攻撃とアメリカ同時多発テロ事件は、エトが同じかの富であり、60年後の真珠湾攻撃とも呼ばれた。2001年12月に開かれた真珠湾攻撃60周年の、 イベントでも、真珠湾攻撃と、アメリカ同時多発テロ事件が一緒に言及された。2020年現在では、真珠湾9.11コロナというように、2020年のコロナウイルスを、アメリカ同時多発テロや真珠湾攻撃に例える、見解まで出ている。アメリカ合衆国国内の世論は、急速に先鋭化、彫刻化主義化したと言われ、 ネオコン勢力が政治の世界で流星し、影響力を増大させた引き金ともなった。その後、アメリカ合衆国によるテロ支援国家への攻撃には国民の大半が賛同した。議会でも野党民主党が共和党の高波路線を容認する動きが目立った。事件直後、ブッシュ政権がアメリカ同時多発テロ事件へのイラクの関与をほのめかし、 過剰なマスコミ報道によりそれが増幅されたために国民の間にイラクとサッタームフセインに対する敵意が増大し2年後のイラク戦争の呼び水となったと言われるその後独立調査委員会の調査でイラクの関与が否定されブッシュ大統領自身もそれを認めたにもかかわらず2005年3月の世論調査では米国民の約60%が イラクはアルカアイダを支援していたと思うと答えている。一方、他の国ではアメリカ合衆国の方針に対して世論が二つに割れた。親米的な意見としては、これをもとに世界中の独裁国家の自由民主化を進めるべきだという意見などがある。特に、ブッシュ大統領が悪の数軸としたイラクイラン、北朝鮮などで非自由民主的体制が猛威を 狂っているとされる状況で、これを解決するべきだとの声もある。その後のアメリカ合衆国の対応を見ると、イラクやイランに対しては、攻撃的な姿勢であるものの、表向き温病核施設無力化を受け入れた北朝鮮、大量破壊兵器を放棄したリビア、同盟国のサウジアラビアに対しては、温和な姿勢を持つなど、二重基準と批判する対応が、目立つ。 反米反戦的な意見としては、自由の国アメリカのシステムを国外に普及させることを使命とするネオコン勢力の拡大は、政府の抗戦的姿勢に反対する意見を言えない、雰囲気を作り出しているとする声もあり、リバタリアニズムなど、反ネオコン陣営からの反発も高まっている上に、アメリカ合衆国国内でさえ破綻しかけている、アメリカ合衆国的価値観、 システムの押し売りであるといいう反発が多いこのテロ事件を動機にして、アメリカ合衆国は、国連協調を投げ捨てて一国独創主義の時代になったり、冷戦時代の米ソ対立の構図の残しも消え、世界の軸は、無類の超大国一国によって動かされる時代になったとする意見もあり、これをアメリカ帝国と表現するアントニオネグリ、マイケルハートのような思想家などもいる。 軍事面では戦争をこれまでの国家 VS 国家から民間軍事組織 VS 国家の構図として描く傾向が濃厚になった。事件後のアフガニスタン攻撃に伴う対アフガニスタン人道援助、資金援助はアフガニスタンとの国交を唯一保ったパキスタンが窓口となった。アフガニスタン向け援助はその10から80%がアフガニスタンに届く前に パキスタンにおいて横流しされ、イスラム原理主義者を勢いづかせたのではないか、という意見もある。なお、事件後に、アメリカ合衆国を中心に行われたイラクへの侵攻に同調し、派兵を行ったイギリスやスペインでは、この派兵に反対するイスラム過激派と見られる集団による一般市民を狙ったテロ事件が発生し、多くの人命が失われた。また、 アメリカ合衆国主導で行われたイラク侵攻に同調し派兵することに対して上記のようにこれらの国の内部で国民の意見が二分した。その結果スペインでは2004年3月のマドリードにおける列車爆破テロ事件後に行われた選挙でアメリカ合衆国への支持と派兵を決定したホセマリア、アスナール首相を率いる国民党が敗退し、ホセルイス・ロドリゲス・サパテロを率いるスペイン。 社会労働党に政権が交代した。同じくアメリカ合衆国への支持と派兵を打ち出して以降人気が急落していたイギリスのトニー・ブレア首相が任期途中で退陣することを発表するなどアメリカ合衆国への支持と派兵はこれらの国における政権交代のきっかけを作ることとなった。アメリカ同時大発テロ事件が起きた時刻はアメリカ合衆国での取引が始まる前で 多くの金融機関が入居するワールドトレードセンターで起きた事件ということもあり、その日のアメリカ合衆国国内の取引は中止。翌週の17日に再開するまで取引所や金融機関は修復作業に追われた。9月10日の終わり値が9605.51ドルだった。n y ダウは取引が再開された17日には、 取引時間中に8883.4ドルまで下落することになり、9月10日に121円をつけていた円ドルのレートも、翌日には118.5円まで値を落とした。なお、1期目の衝突直後から、南側ビルの崩壊までの間だけで、NY ダウは100ドル以上下落していた。一方、取引中だったヨーロッパでは、CNN や、 CNBC を通じて事態が明らかになるとすべての取引所で株価の全面安が起きる。アクル12日の東京市場の日経平均株価は680円以上の下落となった。これは一部で9.11ショックとも報道されていた。その後多くの国においては株価の低迷がしばらくの間続くこととなる。また、9月18日のタイムズ誌によると 事件の数日数週間前にかけて、アメリカ、日本、イギリス、ドイツ、イタリアの株式市場で、航空会社や保険会社、軍事関連企業などの株式が大量に信用を売りされ、テロ攻撃の結果、株価が暴落した直後に、安値で大量に買い戻された、不審な売買形跡が認められたという。 ポートランド国際空港の身体検査場このテロが航空機を用いたものであったことやシティグループやオムニコムグループマイクロソフトをはじめとするアメリカを中心とした大企業が緊急なものを除く外国出張の禁止を命じたことなどから事件後は航空需要が一時的に激減し世界中の航空会社が大きな打撃を受けることとなったテロの標的となった ユナイテッド航空だけでなく、標的にならなかったノースウェスト航空、デルタ航空も連邦倒産法第11章の適用を申請し、経営破綻した。また、サベナ航空やスイス航空、アンセット航空など、アメリカ以外の航空会社も多くが赤字に転落した上経営破綻し、そのうちのいくつかは姿を消した。また、以前より、 空港や機内での保安体制が強化され、搭乗客への身体検査や手荷物の検査が厳重化されたほか、操縦室のドアなども強化するよう法律が改められた。この事件は、アルカイダが引き起こした自爆テロであると結論付けたアメリカ合衆国政府とそれを支持したほとんどの諸外国政府の見解の中における保安上の問題から未公開とされた点や不明瞭な部分、 矛盾点への指摘後に見解が変更された点などに、対し、様々な陰謀論を支持する立場のジャーナリストや研究者による様々な著作が発刊された。また、先に突入を受けた北東より早く、南東が崩壊しているため南東には爆弾が仕掛けられていたという陰謀論も存在する。この事件についていくつかの都市伝説が生まれている。ウィンディングスで表示した。 933ny, ありがとうございます。